まずは前半3分、先制点の場面、オーストラリアセットプレーからセインズベリーの先制点。やはり前半の3分でした。早い時間に点を取りましたね、まあ、ほぼホームゲームですからね。先制点を挙げることで会場のやっぱり雰囲気も一気にまたオーストラリアに来たという意味で非常に大きかったですね、はい、そして追加点は前半14分、混戦になって最後はデイビッドソンのシュート。まあ、UAE の選手もいますけど、一つ一つのやっぱり動きがすべてオーストラリアの選手が早いですよね、こぼれ球に対する反応も早いですから、はい、まあ、これはそのまま試合展開に反映したかなと思わせるシーンですね、はい、対する UAE は後半の6分、ハリルが持ち込んでミドルシュート、いいシュートが飛んでいきましたが枠を外します。どうでしょう、こういうミドルシュート、やっぱりパワー持ってますからね、こういう積極性がやっぱ後半に入ってようやく出てきたかなと思います、はい。そしてこちらも UAE、 後半はペースをつかみます。後半8分、ハリルからマブフートのクロス、ここはわずかに合いません。いや、惜しいシーン多いですよね。そしてオーストラリア後半26分、レッキーからの最後はロンゴ、枠を外していきます。そして後半40分、ここはユーリッチが自ら持ち込んでドリブルで持ち込んで最後はシュート、わずかに枠を外れます。後半